リアルな世界観と、あとそしてすごく重厚なストーリーと魅力的なキャラクターがすごくいっぱい出ているこの作品を HD で改めて見ていくっていうのは、また一回もう遊んだことのある方も、まだ遊んでない方もきっとまた新鮮な気持ちで遊べるんじゃないかなと思ってます。まずベースになっているのは、ゲームキューブ版の方を使っています。これはなんでそっちを選んだかっていうと、 Wii U ゲームパッドの方が、ボタンで遊ぶのが主っていうのがありますので、純粋に、ゲームキューブ版の方が相性が良かったっていうことがあります。ゲームパッドにこうマップがずっとちゃんと映ってるっていう、オリジナルは、マップを切り替えなきゃいけなかったんですけど、今回もう一つの画面があるんで、そこにずっとマップ出しておくことができて、で自分がその東西南北向く方向を変えれば、そこに出てる矢印もくるくる回りますから、自分がどこ見てるかっていうのはよく分かってる状態でずっとキープできるんですね、ゲームをね。トワイライトプリンセスはちょっとクリアするときにたくさんのアイテムを入れ替えるっていうことが結構頻繁に行われていたので、手元でなるべく多くのアイテムを瞬時に切り替えられるようになったのは、遊びやすさが向上しているんではないかなと思ってます。特に人気が高いって有名なのはミドナっていうのがいると思うんですけども、あと狼に変身するリンクっていうのも他に例がなくて、でこの両者のデザインっていうのはすごく魅力的で、これがもう立体になって手元にあったら純粋に嬉しいなっていう思いが結構複数の方から上がってました。当然私もミドナがとても好きだったので、それがあると嬉しいなと思ってました。ウルフリンクのアミーボ同時に発売することができるということで、それを買ってくれた人にはね、ボーナス的なステージで遊ぶことができるようになってるんですけど、それはもうタンタロスのスタッフとそれから佐野さんがね頑張って作ってくれたんで、僕はもうほぼほぼそこはお任せしてました。オリジナルを、改めて遊んでみると、人の時でしか戦えないと思ってた敵の中に狼でも十分攻略ができる敵っていうのが混ざっているっていうことに気づきまして、でこれはもともとオリジナルで狼でも遊べるようにっていうのを、願って作られたものだと後で聞いたんですが、結局オリジナルでは残念ながら狼だけで遊ぶ場所っていうのが作れなかったので、それが種として埋まっている状態になってました。今回、それを生かさない手はないっていう話になりまして、ウルフリンクのアミーボを使ってそのミニダンジョンを何度も何度も挑戦してもらおうというものを作れないかというところから始まりました。アミーボをかざすとすぐゲームが始められるっていうね、実はちっちゃいそのショートカットっていうのが入ってるんですけど、これねみんなにそんなことやりたいんだって言うと、そんなの嬉しいわけないじゃないとかっていうようなことを言われて、そうかいって言ってたんですけど、実際やってみたらね、みんな嬉しいって言うんですよ。僕はなんかそういうちょっと魔法っぽいようなことをしたいっていうのがいつもあるんで、本当に皆さん喜んでくださるのはきっとそのボーナスステージだと思いますけど、そのショートカットも楽しんでほしいなと思ってます。この他にHD 版ではミーバースで使えるハンコっていうのを今回新たに50種類用意してます。これはハイラルの各地に散らばっているので、どんなところに隠されているかっていうのを楽しみながら探していただければなと思います。グラフィックなんかも綺麗になっていますし、改めて楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、今回ゼルダを遊ばれる皆さんと同じ気持ちで楽しめたらいいなと思っています。初めてプレイされる方もオリジナル版をプレイされた方も HD 画質で蘇ったトワイライトプリンセスを楽しんでください。Wii U ゲームパッドを使った新しい遊び方とか、あと少しずついろんなちょっとした新要素っていうのは追加されていますので、ぜひ皆さん新たな気持ちでこのトワイライトプリンセス HD をまた遊んでいただけたらなと思っております。私今新作のゼルダ作ってますけど、その新作のゼルダを作りながらはたって気づいたのは、僕が今新作のゼルダでやりたかったことっていうのは、このトワイライトプリンセスを作ってる時に思ったことを今やってるんだなっていうのをね、とっても感じてるんですね。具体的には話せないですけど、自分の中でそういうトワイライトプリンセスがあったからこそ次のステップがあって今もやってこれてるみたいなところがあるので、ディレクターをやったってこともありますけど、自分としてそのゼルダを作る上での一つのキーになってるタイトルだと思ってます。
本当にやれることは全てやったと思ってますなので、トワイライトプリンセスはこうだった、でもうちょっと後に出ますけど新作ではこうだったみたいなことを両方こう比べてみてまた遊んでもらえたりしたらまたちょっと嬉しいなと思ったりしてます。